私の部屋。やっぱ映ろうかな、ちょっと。だってこっち石田地方。え？受ける。石田地方だから。じゃあ石田さんだったかこう。石田地方だ。西尾さん、桜タワーありがとうございます。こんばんは。西尾さん、ありがとう。クッキングコンビだって。そうです。私結構さ、うん、え、セラピーもうちょっと欲しい。これ無理か。あ、そしたらコメント読めたわ。あ、すごい。あ、すごい。ほらっ。あぶねー。何差がすごくない？場所のマスコネットさん。あ、サルビもこっち座ったら、それ違う？うん、違う。こんな高低差あっていいん？サルビ的に、うん、あ、いいん。じゃあいいわ。いいよ、小顔効果しといて。うん、ありがとう。でもこっち黄色い。白くなりたい。違うよ、それは。違うよ、これだよ、これだよ。本当に？うん、このライトだよ。その髪色やない。え、違うよ。髪色で顔色変わる。違う。そしてさ、ならんのよ、そうやって下しか向かんないの。こんばんは。ついにゲットしました。名前のコアラやるの？やるよ。おい、え、それさ、どんぐらいの種類あるんかね。300？え、そんなあるん？じゃあさ、出る可能性めっちゃ低いね。え、そうだよ。え、300じゃないかな。でもそんぐらい、日本の名前ってそんぐらいあるよね。もっとあるよ。そうだよね。じゃあ、行きます。はい。じゃん、ゆたか。お、入れてくスタイル。汚いかな。汚くない。まあいいんじゃない。汚くはないよ。が食べるし。汚くはないし、うん、え、何その500種類だって。え、すごい。じゃあ次、みなみ。おー、すごいじゃん。みなみ、みなみ、みなみ出ました。ちょっとメンバーティッシュの上になる。あの、そこか、終わってる。え、その紙の上は、ですよね。それが一番ないよ。で、洗っとるやん。いや、そんな。じゃあみなみ、みなみもいいからいいや。じゃあ続いて、じゃん、渡辺。すごい。チャートリじゃん。チャートリじゃん。チャートリさんすごいじゃん。続いて、ヒロノ。なんか急にマニアックよね。あ、なんかタワー来たよ。本当だ、ありがとう。有能だね。そうだ、おいでます元気。おいでます元気さん、桜とありがとうございます。続いて、ダン、桜。あー、 ST がいないですね。桜ぴったり来たよ。これはおいでます元気。桜ポーズしや。おいでます元気。桜ありがとう。ありがとう。パフパフ、ありがとうございます。続いて、あらた。なんか癖強くない？ちょっと癖強いね。500種類もあるけね。ちょっと癖強い。確かにね、うん、じゃん、まお。あー、おー、なんかいそうでおらんくないんだよ。かずや。お宅にいるんじゃない？かずや、かずやさんいますか？かずやさん、おりそうじゃない？うん、かずやさんいますか？かずやさん、本名かずやの人いますか？全然ありそうよ。私も吉田さらって言うと、吉田さらとさくら、惜しいですね。おいでます元気、さくらタワー。え、何？お、またさくら。ああ、それか、さっきの。続いて、続きまして、じゃん、サリナ。いませんね。うん、私の声がよろしく、よろしく。じゃん、直樹。直樹いますか？あ、いそういそう。直樹さん。あ、カズヤいた。本当か。本当か。嘘じゃないですか。直樹、直樹いますか？直樹さん。
直樹さんいませんか？いませんね、うん、じゃん、みつき、おすごいじゃん、メンバー関係3人目、3人目です。じゃ続いてよしみ、おしい、ほんまよ、よしいた、よしみ、こうみんなとこだけ食べてさよしやんそれよしみ、よしみいないですか？てかコアラの街ってこんな少ない、ね、もうそんぐらい少ないのわからん、見てないっけ、清高、クセ強、クセ強、オタクにいますか？オタクにやめて、オタクにいますか？清高、そうですか、清高、清高、清高いませんか？おりそうだけどね、うん、おりそうやけどね。で続いて沙織、おりそうよ、いないですね、なんか、え、めっちゃ少ないじゃん、もう終わる？ゆい、ゆいゆいゆい、あ、そうじゃん、推しメンやん、私の推しの名前が出ました。 ST おる？ゆいって、おらゆいかとか、ゆいなとかおるけど、もう終わるじゃん。アイリ、いないですよね、いないですよね、いそうでいないですね、いそうでいないね。マリエ、あ、いないですね。なんかそういう名前もあるならさ、うん、地方ありそうじゃない、地方ありそうじゃない、ないんかな、でもなんか種類乗っとるんやろどっかに、ね、あ、そうなん、じゃん、ヒカル、あ、ヒカルさんいますか？ヒカル、ヒカル、おりそうじゃない、うん、おりそう、ヒカル、ヒカル、ヒカルならいそう、うん。続いてナギ、いい、かわいいね、ナギいませんか？え、もうあとちょっとな、あと 2,3 個なんですけど、うん、お、清水、おー、すごいじゃん、またメンバー、ね、メンバー、チボないんだって、ショック。でも石田はね、あるけど絶対、じゃん、え、リーサとかおる、リーサおるのに、リーサおるなら、リーサマリオってチボおらんの？あ、もうラスト、あ、あと2個や、うん、じゃん、ゆうと、あ、おりそう、あ、おりそう、ゆうとさんいますか？ゆうとさん、ゆうとおりそう、うん、え、ラスト、あ、吉田か石田かさらかで出てよ、頼む、じゃん、琴音、琴音あー、残念でした、残念でしたね、残念、とても残念、うん、メンバー関係はでもちょっと出たよね。え、うん、思ったより出た。だって500個ある中でさ、うん、まあまあ出たくないもんね、うん、すごい、私たち今日のお話し会の感想とかアルバムのこととか一切触れず、コアラの街楽しんでるから、楽しんでるから楽しんでるから趣味、ありませんでした。いいじゃん、平和でみんなが同じ話してしてもつまんないでしょ。そうだね、うん、じゃあ、セレモニーありがとうございました。だけ、じゃあ行こうと思ったのにさ、あ、え、そうだよ、いつやっとんか分からんかった、一人でサクッとやって終わったよえ、そう、なんか、うん、やっとる感じもさ、うん、なかったけどさ、うん、確かにココアのとこ間に合わんかったもんね、うん、みなみのとかもやっとるの知らん、急に始まった、うん、やったんじゃないと思ってバタバタ行ったら、ね、ココアさんの終わりかけで ね、写真写れんかったよ ね、ショックだった、セレモニー、ありがとうございます。SDU 関係は4つでした、うん、渡辺、清水、南、美月、うん、ちょっと吉田もからも出んかったね、ね、
ね、コアラのマーチのさ、うん、主人公の名前わかる？主人公というかアンパンマン的なさ主役っぽい、あ、このコアラの名前わかる？え、コアラやないの？いや、コアラやけどコアラやけどえ、マーチ、マーチ、おー、え、そうや、え、あ、え、正解、めっちゃ単純じゃん。この女の子は女の子、ちょっとむずいよ。マチコ、え、違う、え、あのマーチ的な系統のジャンル違いって感じ、うん、いや、ジャンルは一緒やけど名前違いって感じ。マチコじゃないん？マチコじゃない、マチコはなんかもう国が違うじゃん、国一緒、マーチ君となんか。ああ、そういうこと。うん、マーチといえばを連想していたらわかる。ミーチいや単純。コアラのマーチ、なんかマーチってさ、すごいさ、うん、マーチって感じじゃん、なんか全然わからんコアラのマーチ、あのそれ、まあ、当てれるような感じ？え、頑張ったら、あ、無理かも、言っていい？正解。え、まだまだないや、コアラのマーチ、うん、誰か正解言われるかな。みん、いや、みんな知っとっかな、知らんと知らんの。なんで逆に知っとるの？え、なんか書いてあった、ここに、コアラのマーチ、うん、え、もうコアラのマーチにとらわれん方がいい。コアラのマーチじゃなくて、うん、マーチってさ、聞いたらさ、なんか更新とかのイメージあるやん。え？とかなんか楽器とか音楽とか、それの類似って感じ、系統。もういいや、何？ワルツワルツちゃん、え、あとね、ちゃんじゃないやろ、まあ、ま、ワルツくんだ。え、違う、これ女の子なんだって。で、マーチくんとワルツちゃん。え、まだまだまだワルツくんじゃない、ワルツ写真撮りたいの。ああ、待って、え、じゃあ、あの、みんなみんな、あ、危ない、見えてない、見えてない、見えてない、桜で隠れたから危ない、クイズ出していい？見えてないよ、見えてないよね。え、このこの、え、じゃあ簡単にするわ。こっちはドレミくんです、うん、はい、こっちは何ちゃんでしょう。ファソラ、違う、それでもそういう系。ラシトちゃん、かわいくな。え、これなんつった？ドレミくん。音符ちゃん、違う、最初が一番近かった。レミファちゃん。あ、そんな感じ、そんな感じ。ミファソ、ミファソちゃん、言っていい？ヨドいや、ソラシちゃん違う、ラシドやろ、うん、え、ドレミ、ドレミくんと、ドレミ、うん、普通ドレミちゃんやろなんでそこにさ男女どっちもいいやん。ドレミくんと、うん、ドレミ、レミファちゃんやん。え、なんでレミファなん？ドレミ、ドレミでしょ、うん、ドレミ、ミファソ、え、違う、考え方は一緒やけど、ミソラちゃん、え、違う、え、言っていい？もう言いたいそらは全然違う、うん、言っていい？何？あの、ミレドちゃんミレドちゃんえ、スミレドちゃんよね待って、覚えてない。ミレドちゃん、ミレドちゃん、なんか全部へーってだけ、レミファだったけ、惜しいじゃん、うん、なんでそこに行ったんと思って。普通下がらんやろ。下がるのがコアラのマーチなんですよドレミ、レミファ、え、これめっちゃ美味しいよ。あ、食べたことあるかも。え、めっちゃ美味しくない？これ大好き、マジで。可愛く撮れん。あの布団映っとったかな。布団？うん、さっきの布団も、うん、こっからの光景めっちゃおもろかった嘘じゃないやろ。パシャパシャタイム。でも名前出なかったけんな。ね。あれ？うん。これでいいかな。うん。パシャパシャ。おもろ。
釣り犬さん、お白玉ありがとうございます。築城、築城使って、築城って、城が建った、城を建築したっていう、ありがじろうよ。何それ、なんかアルマジロみたいじゃね。ありがじろう、ありがじろう。ナスが楽しかった、ちょっと信じられないくらい可愛かった、嬉しい、ありがとうございました。うん、私50分になったら部屋戻るわ。もう40分早いね、うん、だから何時からやったっけ。20分ぐらい、うん、サラペの部屋なのに。そう、一緒にご飯食べよった。そうそう、コンビニ巡って。そうそう、風めっちゃ強いね。めっちゃ強い、寒かったね。あれは強すぎる、うん。今日雪降ったんだって、広島。え、そんな寒かったの。でも寒かったよね、マジで。さっき、うん、マジでさ、発狂しながらさマジで寒かった。鼻真っ赤になっとったもん。うん、なっとった。改めて今日はお話し会ありがとうございました。ありがとうございました。マーチじゃん、ワルツじゃん、ドレミじゃん。ん、え、ん、え、ユタカ食べた。うん、眠くなってきた。いや、ほら急に。今日何時起き。8時半全然やないでも3時ぐらい寝た。うん、急に5時間半ぐらい。こちら5時起きです。本当に天才。昨日ね、うん、夜アイス食べたくなってサルピ誘おうと思ったの、うん、で配信ショルーム見たら、うん、広島おったけ。そうだよ、広島じゃんってなった。なんか眩しくなってきた。わかる。でもこれすごくない？こんなさ、いろいろできる、ね、すぐ使いこなしたね、すごいね、うん、これもさ、切り方わかる？ピューンじゃないの。あ、すごい当分切れんかった、これ。よくわかって、うん、最近こんなやつ悪くない？シピシピだな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 あるよね。あるけど急に TikTok 始まった。なんかよく回ってくる、うん、あれかわいい。あれ撮ろうや、今度撮り合いっこしよう。あれ撮り合いっこするもんな一人しか映らんやんじゃん。あの、あ、こうやってこうやって撮ればいいじゃん。あーね、うん、じゃあ撮って。あ、撮ろ撮ろ撮り合いっこじゃなくて撮って、うん、そうね、そうね、撮れば。え、お花見、うん、行きたい。アリちゃんとする？アリちゃんが実行すれば。呼んでよ行きたい、バイオ花見した。お花見、え、こんなさ、池でさ、うん、見た今の、うん、この、今今年咲いてるの全然見てない。梅の花咲いてるよ。あ、桜は見てないね。こんなんやりたい、やりたい。もっと可愛くブルーシートじゃなく、うん、うん、ホワイトシート、おしゃれなシート引いてやりたい、うん、広島でやるってやったらどこなんやろね。川沿いのとこ、うん、目立つね。うん、そんな
映えなお花見してる人はもらえやろ、うん、結構おじいちゃんおばあちゃんとか普通にやっとるイメージ。うんうん、え確かに今日なんか土日の気分じゃない？普通に明日平日やん、うん、平日と平日の合間じゃん。えそうか、今何曜日？火曜、水曜か。え、あそうなん、明日普通に木曜日だよ。あそうなん、土日かと思っとったね。うん、てかすごいマジでさ配信してる感覚なくさ、嘘、普通にサイプと話してる。さあこんなんだよマジ、なんなら喋ってない。まあね、今日千代さんも割と喋ってない。え喋ってるつもりないやけど。嘘なんか千代さんの、千代さんの配信千代さんの配信の真似こんなんよ、うん、え最近そんなことないよね、分からんけど、うん、こんなよいしょ、もうちょっと画角上からで、うん、もっと話すようにしよう。もうやめてありちゃんもよ、言うてみんなそうじゃない、まあそんな感じだよね、うん、あれちゃんはこんな困った、なんか困りごとでも困った、さ人の特徴つかむの得意じゃない？マジでうまいよ、なんかこの人がこう言っとったっていうの再現するのめっちゃうまいね、思う。なんか声はサラピなのに、うん、めっちゃその人がめっちゃ想像つく。なんかアリちゃんの真似とかしとったら、アリちゃんの声で再生される、うんうん、マジですごいよ。普通にさ人の特徴とかさ人がさ、うん、どこが変わったとかさ、うん、気づく能力持ってるよね、うん、すごく、うん、マジですごい。今日ノアピが髪切っとった。えそれに気づくの？うん、髪切ったって言ったら、うん、切りましたって。すごい、だってノンピ普通に長いじゃん、うん、なんか違うってなる。あ髪の毛だとかなる。本当にすごい。これ新しい？いやこれほんまに、なんか初めて見た。何回かバック、かわいい。それはすごい、マジで見とるけんわかるんかな、それともなんかなんとなくでわかるんかな。えでも両方じゃない？なんかさ人がなんとなく見とるものをさ、うん、ちゃんと覚えたんじゃない？あ、うん、なんとなく見つつ、うん、記憶力もいいんじゃない？かわいいセラピー、アイドルって感じ。あの爪かわいいね。私も見て、キラキラ塗った。キラ、うん、まあやってほしい。やりやっこする？え、いい私もね、えこういうのうまいよ多分。えぇ、ー、なんでそんなさ、え、心外なんだけど何今のさ、え、割とさ、5秒ぐらいで触っとったのに、いや、最初ないだったね、たみたいなさ、ひどくない？思ったより長くて別にいいじゃん、別にそんな意味込めて触ってないし。それは握手会できんわ本当だ、ひどいんだけどだって私でその反応でしょえ、そうだよ、誰であろうと。ひどい、めっちゃショックだったんだけどでもこれさ、うん、めっちゃ適当に、もうマジあの今日行く前に広島で買って、うん、塗ったの適当に、うん、でもさキラキラってめっちゃよくない？しかもこれ60秒で乾くの。えすごいよね。いいの、うん、しかも乾くの早いやつがいい、うん、てかさ、こうやってやった時に気づいたんやけどさ、小指曲がっとる気がするんやね、うん。え、小指ってさ、みんな曲がるよ、ここのスマホをかけ、ここに。ええけん、手垂れの人は絶対やらんのだって、それを。ああね、やし、靴履くときに指をこうやってガッてやらんのだって。へー、絶対曲がっとるって思った。こうやってやってみたときになんかさ、内に入る、小指が。ほんまじゃね、うん、めっちゃ内に入ってるね。こうやってやろうと思っても、内に入るんよ。曲がっとるね。曲がっとるわ。でも左でさ、こうやってやることあんまないけどね。ああ右はなる、やるけど普通に生まれた頃からなんじゃない？曲がっとったんかな、もともと。いや、それ曲がっとるというかさ、人間の性質なんじゃない、うん、なんかさ、隠れたがるんじゃない、こうやって。あー、なんかだってさ、ここに隠ってある。私、あからさまにこっち隠ってしとんよ。なくない？うん、うん、だって見て、こっちはもう隠ってしないのにさ、こっちはめっちゃ隠ってしとん。ないよ、そんなに。あ、ここないね、若干ぐらい。でもこうやってやったら、めっちゃわかる。なんか、じゃあ
うんってなる。でもこうはいかんのよ。気をつけましょう。やばい。え、あなたはこっちに持ってくるかな。うん、持ってきない。分かった。じゃあちょっとつないどって。じゃあ石田さんオタクを、石田ちーオタクを、吉田沢オタクに。石田調査は今いなくなりました。いなくなったのでこの画面では好き放題やり放題です。あー、ちょこちょこ私のお話し会に来ている人ここの中にいるんじゃないかな。名前を見たことある人ちょこちょこいるんじゃないかな。あ、この人とか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 いるんじゃないかな。帰ってきた。現れました。じゃーん。結婚してください。びっくり。サプライズ。そう、これのねお礼をしたくて、50分になったら部屋戻ろうと思っとったんやけど、うん、取ってきた。うん、ちょっと離れたくなかった。来た。ちょっと一緒タイムするわ。持ったろか。ありがとう。うん、それいらんだよ。あ、テロップ、うん、テロップ消してくれた、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん本当に素敵な生誕。白、そう、白、このコーヒーをホワイトでの映画に合わせて、うん、そう、白。可愛くないこの色。じゃあセーター祭も白なんじゃない。白大好き。皆さんありがとうございます。22歳もよろしくお願いします。22でしょ。うん、イエーイ。ねえ、この人さ、何、私の手になんかさ嫌なことでもあった。さっきからさ、何なのこの人。嬉しい。もうやだ、この人。ああ、びっくりした。ありがとうございます。大切にさせていただきます。ありがとうございます。本当に面白い。なんか結婚するみたいじゃない、うん、プロポーズするみたいな。え、ちょっとそれやろうよ。じゃあホテルだし。え、サラの、じゃあサラが彼氏バージョン。あ、サラ彼氏バージョン、うん、じゃあお願いします。じゃあ吉田サラが彼氏だった時の、うん、じゃあ私が部屋に入ってくるとこからする。あ、そうだね。部屋に入ってきます、ジョーさんが。いいよって言って。あ、分かった。今からいよいよプロポーズしたいと思います。緊張する。いいよ。はーい。何、ジョー、聞いてくれ。今まで10年間こんな俺と付き合ってくれてありがとう。浮気をした時もあった。だけど、ジョー、こんな俺を愛してくれた。10年間俺のことを一途に思ってくれてありがとう。よかったら俺と笑、涙出てきて笑いすぎて、俺と結婚してください。あれ、返事って浮気すぎた。ごめんなさい。え、やってられるか。これマジで、あのさ、プロポーズしてる人バカにしてるみたいじゃないか。全くバカにはしてません。けど、あのネタです。振ったのが悪いやろ。いや、振ったのが悪い。じゃあ逆、え、いや、もう無理。やだやだ、地獄。なんで真剣なやつ。結婚してくださいって終わればいいのに、なんか浮気とか言っちゃうだけ。違う、愛の告白じゃん、うん、じゃあ本、あのガチで笑い泣きの普通のやつやるわ、うん、え、やってくれるマジョン、うんうん、オッケーオッケー。はい、どうぞ。受けるとか何の今50。
じゃあこれから彼女に結婚したいと思います。いやあっつってね。さあ4年間いろんなことがあったね。どんな時も真剣なんですけど、ダメよ。どんな時も隣で支えてくれて、たまに毒舌でピリッとピリッピリッピリリな意見もくれました。これからも近くで地方のご飯しよう。結婚してください。実は結婚してる。ノリがされピタルと、やばいよ俺すぐやっぱだってピリリとか言ったのが悪いやん。なんで真剣とか言っといてさ。じゃあ、あの先に私から言いますね。はい。疲れた。20位 FB さん、19位高弘くんさん、18位のりひのさん、17位ととみつさん、16位思い出しちゃいます、16位まやたろうさん、15位香港さん、14位ヌルディンさん、13位ミクさん、12位台湾のクオさん、ひどい11位キョンシーさん、10位中性子あふれるトモッチさんさん、9位ブルーさん、8位グリオティーヌさん、7位ユリアピースさん、ナイセブン、まだ7位ごめんなさい。テリピーさん、5位ナルタさん、4位東京のスワンさん、3位チュンケンさん、セキセイ、2位おいでませ元気さん、ツーツー、そしてそして第1話西尾さん、イエーイ、ありがとうございます。感謝キュです。はいはい。13位ミミンさん、12位トムキさん、11位奥行さん、10位MJ さん、9位バーバブさん、8位ヤジウマさん、7位メチキノコさん、6位マサヒロさん、5位モトヨコさん、4位ヨシトさん、3位赤ヘルサントさん、2位ヒロシさん、1位おいでませ元気さん、ありがたわでした。本当に嫌な気分になられた方がいましたらここにはおらんだろう。これを見た外部の人がどう思うか。なんでいいじゃん、プロポーズに憧れとんよ。もちろん憧れありますよ。憧れのあれですから。そうです本当に失礼しました。ありがとうございました。2人の変な空気感を世界配信してしまい申し訳ございませんでした。ごめんなさい素敵なお花を、本当にありがとうございました。そうじゃん、もうみんなも嬉しいよ、あげたファン。、ね、こんな喜んでお花を使ってくれて、白い匂い。はぁ、もうマジでセラピタ配信するのやめようかな。すが出ちゃう。大笑いしてる。いいじゃんね、そういうのを調査のファンは見たいんで。あのお話し会の時はこういう感じやっけ、うん、配信ではなかなかないだけど。確かに。そう、それではバイバーイ。バイバーイ、はあ、バイバーイ。バイバーイ。こんな笑ったの初めてかも、配信で。マジで。普段どんだけ笑ってない。いや笑ってるけど。バイバーイ、おやすみ、ありがとうございました。本当に今日はバイバーイ、セラピの人もバイバーイ、バイバーイ。じゃあもう途中でフランクなるけ。終わったんじゃない。終わったかも。あ、勘弁して。